は。北海道を一つに結ぶつながる北カフェ、1月6日月曜日の放送です、はい、北カフェは今日が出初め式ではなくて、仕事始めですね、はい。なんか正月三が日はずっと雪が降っていたような気がしますけども、どんなお正月だったでしょうか。はい、このスタジオもちょっとお正月ムードがまだ残っているという、ね、そうなんです。お正月らしいものをこちらご紹介しましょう、はい、締め飾りです。立派ですね、はい、去年の各局ワイドで、はい、函館にある締め飾りの専門店を函館局の菊池リポーターに紹介してもらったんですが、その時に北カフェ用に作っていただいたものなんですね、うん。こちらの締め飾りにはたくさんの人に番組が見てもらえるように、そして長く続くようにと願いを込めて、商売繁盛などのご利益がある大黒様と恵比寿様、そして大入りが飾られています。この、ね、真ん中のピンクの水引きは私が選んだんです、うんうん。ああそうですか、うん、交通安全もみんなの願いですからね。はい、そうですね。本当に今年もいい年になりますようにということで、